川淵三郎は、日本の元サッカー選手、元日本代表監督。2020年東京オリンピック選手村村長。J リーグ初代チェアマンを経て、第10代日本サッカー協会会長を務めた。早稲田大学、第二小学部小学科卒業。日本サッカー殿堂入り。2009年、秋の叙勲で、朝日、重光明を受賞した。JFA 会長は、 それまで無休だったが、川淵の代から有給となった。会長退任後は、日本サッカー協会の名誉職を歴任しており、名誉会長を経て、2012年6月より、最高顧問、2020年6月15日時点では、相談役である。日本トップリーグ連携機構代表理事会長。2020年東京オリンピックパラリンピック競技。 大会組織委員会評議委員会議長。日本バスケットボール協会エグゼクティブアドバイザー。元公立大学法人首都大学東京理事長。実業界では、コ賀グループのコ賀産業の取締役を務めた。公式な愛称は、キャプテン、あだ名は、サブ。家族は、妻と二女の四人家族。1964年撮影小中学生時代は、演劇に打ち込み。 放課後は、放送局に通い放送劇に出演していた。その傍ら、もともと運動神経が良かったため誘われる形で、野球部にも所属した。高校入学後、サッカーに誘われるも感想は、汚れるし体として継続する気はなく、退部を申し出るが部員に引き止められたことに加え、サッカーなら、試合遠征で、いろんな場所に行けると口説かれて残留。 大阪や赤市の空襲で、焼け跡が放置され、闇市が勢力を伸ばす。終戦直後の混乱期に四国などへ、サッカー遠征、万有志和を伸ばす。早稲田大学は式集級部に所属し、日本代表として、東南アジア方面に同行。当時イギリス領だった、香港のクリケットのカントリークラブにある緑の芝生に、驚き、さらに、 ドイツ・デュースブルクスポーツ州での環境を目の当たりにし、悲願の差に愕然となる。日本サッカー協会が、西ドイツサッカー協会に、コーチの派遣を要請、デッドマール・クラマーがコーチに就き、基本からの単調な反復練習に不満を感じる、ものの指導通りにできないことを自覚しやせる。1970年代半ば、小賀電機工業サッカー部の監督を退任した、川淵は、 仕事に専念する。振動事業部の販売課長に就任。振動品の納入先は、トヨタ自動車や松下電機等の大企業。しかし間に指定問屋が開催する世界で、トンヤの社長や番頭は、主練手下に長けた叩き上げタイプの商売人が多く、振動品の販売は、小賀電工の営業畑で最も泥臭く、人間臭い分野だった。 その一筋縄ではいかない問屋を相手に、同の国際相場を睨みながら、かつ、ライバル企業に競り負けぬように受注製造量や納期を、交渉しなければならない。川淵は課長でありながら、即断即決で契約をまとめた。担当役員や部長には出席されたが、社に持ち帰って相談していたら、注文を他社に奪われてしまうと、真っ向から反論。一方、 海船山船の問屋の社長たちにも一歩も退かない、体当たり、自己決定、実行型の交渉で次第に信頼を得た。どんな相手にももめず、臆せずに懐に飛び込み直言する言動。後に、チェアマンとして世間に認識された、川淵の姿は当時と少しも変わらないと言えそうだ。1988年、森賢治から、 日本サッカーリーグ総務主事の公認を頼まれ、引き受けるが、森は、川口さんはおそらく、小賀電工の役員として、東京に戻れると思っていたんでしょう。ところが東京に戻ることになったものの、本体の小賀電工ではなく系列の小賀産業に、出向だったんです。もしこれが、本体の役員だったら彼はそっちに行って、サッカーに関わっていなかったと思いますよ。 権力志向の強い人だから、これからどうなるかわからないサッカーより彼はそっちを選んだでしょうと話している。ダイヤモンドサッカーの時代のインタビューでも、川淵はほぼ同内容の話をしている。サラリーマンとして先が見えた以上、このままでは生きていく上で夢がない。では、自分の目指すことのできる夢って何だろうと考えた時に、それはサッカーしかないと思ったんです。 それで、総務主事の話を引き受けることにした。JSL 総務主事になった川淵は、水面下では、プロ化の動きがあったもののサッカーに対して投げやりで、当時のバスエ感漂う JSL を見て幻滅しており、内心プロ化には、消極的な立場であった。何をやろうにも予算がなく、自らサンドイッチマンとなり広報活動したり、関東圏にある、サッカースクールやクラブ、 学校の指導者宛に手紙による招待作戦やサッカー好きでお笑いタレントの証やさんまに頼み込んで集客ポスターを作ったりしていた。1993年の J リーグ開幕セレモニーではスポーツを愛する多くの皆様に支えられまして J リーグは今日ここに大きな夢の実現に向かってその第一歩を踏み出します。 1993年5月15日、J リーグの開会を宣言します。J リーグチェアマン川淵三郎とまとめ、国立競技場に集まった大観衆の中で宣言した。カザフスタント、ドローに終わったカモ、カノアマネ監督会任を発端とする一連の最中に、ジェフユナイテッド市原の親会社である JR 東日本のトップが何かあったら、 J リーグやめちゃうと発言、やめてみろとやり返すも、ジェフのスタッフが、川淵さんのあの発言は、よろしくないといめられ、内部から、このような動きが出たことについて、教会会長の長沼健と共に心身を疲弊させていた。この騒動の中、川淵の自宅には嫌がらせや、中傷の電話が続き、妻が、精神的に参っていた上に、自身も、 予選の重圧と胆の摘質手術で体は悲鳴を上げ、マレーシアに同行できなかった川口は自宅で t b 観戦。岡野正幸の V ゴールでサッカー日本代表 W 杯初出場、家族4人抱き合って喜んだ。J リーグのシーズンオフに放送されたテレビの特別番組において、俗にチンプレーと呼ばれるような選手や審判のミストを集め、 新規に編集し、視聴者の笑いを誘う企画内容があり、この放送を見た川口は、一生懸命プレーする選手たちを笑い者にするとは、けしからん。と激怒して、この件以後そのようなコンセプトの番組へは、映像使用を許可しない方針を取った。本人によれば、1998年の、フランス W 杯の直後に、 長沼から一度協会会長に就任する打診を受けている。しかし当時はまだ J リーグの問題が山積しており後に引き継げる状態ではなかったため、この時は打診を断らざるを得なかったという。2004年に起こったプロ野球再編問題の際に J リーグ会長の立場として当時プロ野球コミッショナーの立場にいた根頃安地下を批判した。特に 野村克也とは、週刊誌などの公の舞台でも、幾度にわたり対談し、主的にも、両者のパーティー、懇親会等に出席し合うなど信仰があることが、知られている。ワンマンとも取れるその言動で、独裁者と、あだなされる。韓国とワールドカップの共催が決まった会見では、私の顔を見ていただければわかると無然な態度だった。 2006年ドイツワールドカップ、対ブラジル戦での惨敗に同様、落胆し、直後の記者会見で迂闊に、次期代表監督の名を述べた。また高窓宮の人新郎旧姓、当時日本代表監督であったイビチャオシムが急病で、倒れた時は目を赤くしていた。なでしこジャパンの名称の生みの親としても有名であり、 アテネオリンピックの際の女子サッカーの宣伝には若手、アイドルタレントを多数広告等に起用するなど話題を集めていた。大阪府堺市の名誉大使である。2012年9月26日に移植を受けた。また、2013年9月29日投開票の堺市長選挙では、大阪府立三国岡高等学校の同窓生で、 ある現職の竹山治候補の応援演説を行った。2015年1月、国際バスケットボール連盟のタスクフォース、ジャパン2024タスクフォースの共同チェアマンに就任。当時、機能不全に陥り、フィバから資格停止処分を受け、代表チームが国際大会に出場できない事態となっていた、日本バスケットボール協会の組織改革と、 2005年以来約10年分裂していた2つの国内男子バスケットオップリーグの統合など諸問題の解決に尽力した。問題解決にあたっては、矢場執行部や男子両リーグ関係者など、問題の当事者に迅速な問題解決を促すため、タスクフォース会議の全面公開、全国のバスケットクラブ本拠地の自治体主張の訪問や、 間近に迫っていたリオゴリン予選に出場できない可能性があった女子バスケットボール関係者等と直接ヒアリングを行う等積極的なマスコミ露出を行い世論の支持を得たこうしてタスクフォースチェアマン就任から2ヶ月余り後の4月に JPBL2A 法人を設立し初代 B リーグチェアマンに就任5月からはヤバ会長も兼任して 資格停止処分解除を実現させた後、B リーグチェアマンは、同年9月に、大川正明、矢場会長は2016年9月に三谷祐子に、それぞれ引き継いだ。以降は、矢場エグゼクティブアドバイザーとして、バスケット界に関わり、B リーグ開幕を見届けた。B リーグ初年度シーズン後、バスケット界を新たなステージへと引き上げる。 原動力となったことを理由に B リーグアワード賞でブレイクザボーダー賞の初代受賞者に選出された。プレゼンターはテレビ番組で B リーグ発足の取材をしていたことが縁で B リーグ特命広報部長に任命されていたサッカー元日本代表選手の前園正清が務めた。川淵は嬉しいような嬉しくないような。まあ嬉しいと述べた。また、 制裁解除により、五輪予選に出場可能となった、女子日本代表は2016年、リオデジャネイロオリンピックの出場権獲得に成功。2021年の東京オリンピックで女子が、初の銀メダルを獲得した際、選手から直接報告を受けた川淵は涙を流して、喜んだ。日本サッカー協会会長に就任した後も、親しみやすい存在。 開かれたサッカー協会を目指したいという川淵の意向と自身の談話で協会の会長という肩書きは重く感じるから選手と対面した際選手が固くなってしまうからという理由から川淵が会長に代わる相性をマスコミに向けて募集キャプテンの故障が採用される採用理由として舵取り役といったイメージで選んだと述べる一行 ほとんどの媒体や公式な行事、文書で、キャプテンと表記、故障するようになった。なお、NHK では、キャプテンを使用せず、会長在任中一貫して、川淵会長と表記していた。あと、2008年7月に、川淵は会長を退任して、名誉会長となったが、公認の犬飼元明は、キャプテンの肩書きを引き継がず、 会長の肩書きを使用している。この点について、川淵は、キャプテンの呼び方は俺一代限りだよと語っている。川淵の運営手腕は、独裁的であるとの批判が週刊誌などでなされることがある。内容としては、代表監督や教会幹部の人事に関する問題などがある。木本京さんは、週刊ポスト年月日、上に、 独裁者川淵に片足切断の元専務理事が怒りの引退勧告のタイトルで川淵を批判する文章を寄せた。教会の運営が川淵の独断であること、代表監督選考が独裁的であること、自分以外の功労者の切り捨てがあること、などを主張している。また、渡辺 VS、川淵の構図がマスコミによって作られ先導。 ホスト独裁者として担ぎ上げられた面も多々ある。プロサッカーリーグ設立に対し当時サッカーに関わる人間や企業など環境面においてプロリーグ設立の準備が整っていたとは言い難く、急激な変化に足並みが揃わなかった面も見られる。JFA にもそれは当てはまり、結果として発足間もない J リーグの運営は暗中模索となり、教会を統括する。 チェアマン権限が独裁的となるのも当然の帰結でもあり現在でもはらんでいる問題である。川淵のチェアマン在籍時における最大の汚点として横浜フリューゲルスと横浜マリノスの合併が挙げられる。バブルの残死もなくなり J リーグの人気も加工未曾有の不景気の中赤字を出し続けるスポーツクラブは母体会社にとってコスト面において重荷となり 生理対象となる可能性は高かった。その中横浜 F の問題は、水面下では、すでに決まっていた事案で、表面化した時には、手遅れの状態だった。横浜 F サポーターにはまさに寝耳に水で、やり場のない憤りを抱えたサポーターたちは、川淵チェアマンと、直談判という異例の行動に出る。通常ならば、経営破綻や累積赤字を続けるクラブには、 トップリーグから株リーグに降格させる罰則を課され運営体制を再編成した資料を協会に提出するのが情道である。突然トップリーグのクラブチームが消滅するというのはほとんど例がない。この騒動は横浜マリノスにフルーゲルスの F を入れた横浜 F マリノスと名称を変更し全日空から年間数億円の資金をマリノスに 拠出することで、事態は収集する。実際のところ、横浜マリノスの親会社である、日産自動車も当時経営難に陥っており、この合併には、運営資金を1チームに集約することで共倒れを、防ぐ側面もあった。川淵にとっても、この合併劇は、チェアマン在籍時、最大の危機だったと回想しており、チェアマン権限を無理に行使して存続させると、 日産、全日空両社の社長の顔を潰すことになり、また人気低迷当時、横浜 F を発端にしたクラブの連鎖消滅という、最悪のシナリオの可能性もあった。川淵は、どうして存続できなかったのか、両社の社長に会っていれば、もしかしたらと尋ねられると未だに落ち込むという。川淵は、J リーグチェア漫才人中に、クラブごとの収支を公表すると、 各クラブの社長と約束していた。ただ約束を取り付けるまでは、クラブチームは、出資企業からの援助額が、世間にさらされる上、自由に商売させない上に、懐具合まで探るのかと猛反発を喰らうが、上述の横浜 F の合併が発端で、下に委員会が作られ、5年後には、すべての数字をオープンにすると、全実行委員に了承させることになる。 最終的に2005年から J リーグのチーム別経営情報の公開が行われている。2002年にフィリップ・トルシエが退任した後のサッカー日本代表監督選考でブルーノ・メツ、アーセン・ベンゲルなどの候補が挙げられていたが候補の中にジーコの名前はなかった。川淵は2002年 W 杯におけるジーコの論子に活目していてジーコはどうだろう 一度連絡してみようと提案しアポイントしたところ、ジーコ本人も乗り切れそのまま代表監督に就任する。ただ、この鶴の一言により、理事たちがあゆ追従したのか、川淵がご利押ししたのかは不明ではあるものの、2006、ワットハイでの逆転負け、GL 敗退の結果も含め、批判の相上に挙げられる。なお、単一の監督で、サッカー、 日本代表を4年間にわたって指揮し、アジア予選を自力突破したのは、日本サッカー史においてジーコが、初となっている。一時リーグ敗退という結果で、ワールドカップドイツ大会から選手たちが帰国した2006年6月24日の、記者会見場において、川口は、ジェフユナイテッド市原、千葉監督イビチャオシムが、ジーコ日本代表監督の公認候補の一人として、 交渉中であることを、マスコミの集まる中で示唆する発言を行った。なお、この記者会見の裏で、田島構造から、正規の出現と釘を刺される。このことに、ジェフ側は交渉の事実を否定したが、翌日になって、ジェフ社長、ヨドガワ弘が交渉の事実を認めた。なし崩し的に監督を横取りされたような形となった一部、ジェフサポーターが、 tv インタビューにて不満を見せ、また大きな物議を醸す。結果、マスコミの関心は、ジーコ、川淵体制の総括より申し無心体制へと集まり、サッカー専門誌などでは協会に対して、ことの経緯と天末に苦言を呈する記事が載った。川淵の会長解任を求めるデモの様子。2006年8月9日、フィファワールドカップ、ドイツ大会の、 本大会後から主にインターネット上で川淵会長の解任を求める声が活発になり2006年8月9日に国立競技場で開催された国際親善試合トリニダードトバゴ戦の試合前後にはとうとう400から500人前後の人々が川淵会長の解任を求めるデモ行進にまで発展した日本サッカーリーグ開幕後のみこのか。 国際 C マッチの対ロコモティフモスクワ戦で挙げた得点が日本代表の同競技場初ゴールとなっている。ありがとうございます。